グラウプナーのサイン・クリストフ・グラウプナーは、ドイツ後期バロック音楽の作曲家、チェンバロ奏者、ザックセン郊外のキルヒベルクに生まれる。最初の音楽教育を、おじで、オルガン奏者のニコラウス・キュースターより受ける。ライプツヒ大学に進学して、法学を専攻。その後、聖トーマス教会カントルのヨハン・クーナウの下で、音楽学習を完成させた。年に、 ライプツヒを去り、ラインハルト・カイザーの指揮するハンブルク歌劇場のチェンバロ奏者に就任した。同歌劇場のオーケストラには青年時代のヘンデルがバイオリン奏者として加わっていた。同地では演奏活動に加えてカイザーと3作品を共作し、北、ドイツにおいて最も人気のあるオペラ作曲家の一人となった。グラウプナーの生前に、 ライプツヒの新聞が行った当時の作曲家の人気投票では1位はテレマン、2位はヘンデルでグラウプナーは3位とされている。1709年にヘッセンダルムシュタット砲クの宮廷楽団に1位を得て1711年には宮廷楽長に昇進した。グラウプナーはもともとオペラ作曲家としてダルムシュタットに雇用されていたが1719年に 宮廷の経済事情によりオペラの上演が中止されてからは宮廷内で行われる礼拝のための教会カンタータを作曲することを主な職務とした。ダルムシュタット時代はほぼ半世紀の長さにわたっており、1754年に失明してから6年後に他界するまでの間は静かに、つつましく、余生を過ごしたという。1722年に彼の死であったクーナウが死去すると、 翌年来プツヒの資産次会は、公認のトーマス協会カントルの候補者としてまず、テレマンを指名したが、テレマンが辞退したため、次の候補者として、グラウプナーが指名された。しかし、グラウプナーの雇用主であった、ヘッセンダルムシュタットハク・エルンストルートビヒが、グラウプナーの遺跡を許さなかったため、最終的にカントルの職はバッハへ舞い込むことになった。ちなみに、 ヘッセンダルムシュタットハクは、グラウプナーをライプツヒへ移籍させないために、グラウプナーの給料を大幅に増額することも、意図はなかったという。グラウプナーは、バッハがトーマス教会カントルの職を受諾したことを知ると、1723年5月4日に、ライプツヒの資産次会に宛てて、推薦の手紙を書き、 バッハの優れたオルガン演奏能力と宗教曲作曲の連達した手腕を称賛し、バッハがこの職務を忠実に遂行するにふさわしい人物であると保証した。グラウプナーがこのようにバッハを積極的に推薦した行動を見る限り、少なくともグラウプナーがそれ以前からバッハの音楽と人柄を熟知していたことは確実であり、彼が 個人的にバッハとの交流を持っていたことは間違いないようである。グラウプナーは勤勉で多産な作曲家であり、約2000曲が現存している。113曲のシンフォニア、80曲の管弦楽組曲、44曲の競争曲、36曲のソナタ、8つのオペラ、40曲の鍵盤作品、24曲の世俗カンタータのほか 1418曲の協会カンタータが残されている。グラウプナーはいくつかの理由から死後に忘れられた存在となった。グラウプナーが残した作品の楽譜は遺族と主君との間で訴訟合戦の火種となった。勝ったのは主君であったヘッセンダルムシュタットハ白であった。そのため、グラウプナーの遺族は作曲者の作品を売却したり出版したりする。 権利を所有できず、グラウプナーの走行は、ダルムシュタットの上官の中で利用不可能の存在となったままだった。グラウプナーが死後に忘れられた、もう一つの要因は、バッハと違って、弟子の数に恵まれず、その伝統を守る者が、ファッシュ以外にいなかったことである。もっとも、その膨大な作品群が、 結果として散逸することなくほぼ完全な状態で、上官の中に200人以上も保存されていたことは、後世の研究者たちにとってはむしろ幸運であったと、する見方もある。音楽評論家、ダビット・ベルニエは、このように要約している。グラウプナーは、運命と環境の不幸な犠牲者であり、バッハやヘンデル、テレマンの同時大臣でありながら、不当にも、ほとんど忘れられてきたのである。 グラウプナーの再発掘は20世紀後半、とりわけ最後の4半世紀において、古楽器演奏の流星する中で始められた。21世紀には、ヨーロッパにおいてだけでなく、カナダの女性チェンバロ奏者、ジュヌビエーブソリーによって、グラウプナーの鍵盤楽曲の思考譜が、イエール大学、バイネッケ図書館において発見されてから、北米においてもグラウプナーの作品が演奏。 録音されるようになった。ありがとうございます。